はようございます。おはようございます。タイさん、ノークさん、おはようございます。ハレリア。今日はですね、天気がいいです。今日はいい天気ですね、やや涼しくて天気いいですね。マイちゃん、ハレリア。太陽さん、ハレリア。こういう感じですね。いい天気です。セミがすごい。一昨日はですね、セミは鳴いてなかったんですけども、やっぱり気温と関係があるんでしょうか。ユウさん、ハレリア。今日はセミが鳴いてます。はい、雑種さん、アメン。ユビさん、ハレリア。今日は、土曜日ですね。ヒトさん、ハレリア。ルデヤさん、おはようございます。今日は土曜日で、今日の夜は放送ありませんが、明日の朝10時半から礼拝があります。皆さん、礼拝は大事です。ぜひ礼拝の放送に来て、礼拝の放送を見るだけで礼拝しているということになります。ぜひ皆さん一緒にイエス様を礼拝して、私たちの1週間は礼拝ですが、日々が礼拝ですが、その日々の礼拝をのリズムとして聖日礼拝があります。聖日礼拝に出ることによって、私たちは、礼拝というもののリズムを作ります。毎日が礼拝です。春樹さん、義乳さん、おはようございます。私たちが生きていることが、礼拝です。ローマ 12-1 には、あなた方は生ける備え物として自分自身を捧げなさいとあります。それが霊的礼拝だと書いてあります。つまり礼拝とは何ですか。礼拝とはイエスキリストを信じて、賛美し感謝して生きること。イエス様を信じて感謝して賛美して生きること、それが礼拝だということです。日曜日の礼拝だけが礼拝ではありません。私たちはいつも礼拝しているのです。この放送も礼拝です。この放送も、イエス様の教えを教えて学んで礼拝します。リナさん、おはようございます。ハルキさん、日曜の礼拝を見ると油注ぎを受けているような気がします。大仏さん、おはようございます。ちょっと言いにくい言葉です。言いにくい言葉です。そうです、日曜礼拝というのは油注ぎがですね、2倍3倍あると思います。やはり、聖日はですね、油注ぎが、強いのです。ですから日曜の礼拝は特別だと思います。神様が特別に祝福してくださっている、それが聖日礼拝ではないでしょうか。柴田さん、おはようございます。柴田さん、おはようございます。私たちは何をするにしても皆が崇められ神の栄光を表すために生きています。食べることも歩くこともすべて神の栄光を表しなさいと書かれています。私たちは、私たちが生きること、それは神の栄光として生きるのです。私たちが、何をするにしても神の皆をあがめ、父なる神を喜ばすために、神様を喜ばすために、生きているのです。ですから私たちはいつも自分の言動を気をつけて、本当に自分は神様の御心を行っているかどうかチェックする必要があります。カズさん、夜勤終わりました。お久しぶりです。今日のタイトルは、御心が行われますようにということです。これは主の祈りの3番目ですが、1番目が皆が崇められますように、2番目が御国が来ますように、3番目が御心が天で行われるように地でも行われますように、この3つの
祈りがとても大事な祈りと言ってきました。これはイエス様のための祈り、神様のための祈り、私たちの祈りの一番がイエス様のため、神様のための祈り、ですからこの、おはようございます。おはようございます。この祈りを、これはですね、インターネット放送なんですよ。私牧師でですね、インターネットで伝道放送してます。このスマホ 5個使ってですね、5箇所で放送してるんですね。それはスマホ使って聞いてる人は結構いろんなところにある。そうですね、まあ何人いるでしょうね、100人200人いると思うんですけどね。珍しいですよね。そうですね、はい、インターネット放送してる人はたくさんいるんですけど、5箇所でやってる人は少ないと思います。そうなんですか。はい、伝道ですね。それも例えば日本全部とか世界中で見れます。少ない、日本語でやってますから外国の人は少ないんですけど、今のところイラク、それからネパール、韓国で聞いてる人がいます。そういうのがあるんですね、ネットでね。キリスト教のことはご存知ですか？いや、あんまり知らないですか。そうですか。キリスト教でいらっしゃるんですか？そうです。牧師ですね。あ、そうですか。はい。意外と日本人の方はね、クリスチャン少ないんですよね。ミッション系の学校は多いんですけど、意外と信仰を持ってる人は少ないんです。信仰を持ってる人は少ないんです。ああ、そうですね、実際は。なんか宗教的な儀式はいっぱいやってますけど、なんだかわかんないですよね。そうですね。聖書をね、知らない人がたくさんいますよね。そうですね。宗教の人はまあもちろん宗教なんですけど、ね、ああ、そうですか。すみません。あ、いえいえ、どうも、どうも、すみません。はい、伝道できましたね。まあ、ああいうふうに挨拶をするとね、まあ、話をするきっかけになって、まあ、それがですね、伝道するきっかけになりますね。なぜ朝の角笛やめちゃったの？ここはですね、住宅街なんですね。住宅がすぐそこにありますから、ちょっと角笛は近所迷惑になると思います。ひろみさん、最近イエス様助けてという回数が増えました。悪いことですか？いいことですよ。いいことです、ね、私たちは絶えずイエス様助けて、イエス様助けてと言うべきですね。ひろみさん、それは大正解ですよ。ニコ生合わせると150人くらいいるね。そうですね、多分ニコ生を合わせると、100数十人いると思いますが、正確な数字はちょっと分かりませんが、はるきさん、いくつかの教会に行ったことがありますが、キューちゃんの放送が一番説得力があります。嬉しいですね、そう言っていただけると非常に嬉しいです。できるだけ分かりやすく、できるだけですね、信仰を持ってない方も持ってる方も、理解しやすいように、工夫しています。学校の授業もそうですよね。学校もの授業も分かりやすく説明してくれたら授業は面白いと思いますが、難しい授業だと眠たくなりますね。学校の授業も私大学の時寝てばっかりでした。もうなんかつまんなくてですね、学校の授業は寝てばっかりいましたけど、やはり聞きたい話、分かる話、面白い話、いいですよね。マリアさん、アメン。タイガさん、愛のある配信です。ありがとうございます。それでですね、話を続けます。御心が行われますように。これ3つ目の主の祈りですが、
この3つももちろん大事です。キリスト教系の大学ではなかったですね。日大でした。日大ですね。御心が行われますように。それは私たちは、多くの人は自分の思いを表したい、自分の気持ちを実行したい、それがですね、まあ普通の考え方です。でも私たちは自分を捨てとあります。自分の思い、自分の願い、自分の喜びを捨てて、私たちは、神様の思い、神様の御心、神様の喜び、それを、求めること、それが信仰なんです。信仰というのは、自我を捨て、自己中を捨て、自分、自分の思いが、ね、叶えられたい。多くの人はですね、自分の思いがうまくいかないから不満を言うんです。自分の願いが叶えられないから争うんです。と聖書に書いてあります。多くの人は自分の心が大事なんですね。自分の意志、自分の心。でも信仰というのはですね、皆さん逆なんです。私たちは、自我というものが十字架によって葬られた、自我、自分という、ね、それは十字架によって葬られたと書かれています。肉に死ぬというか、欲に死ぬというか。ですから、大事なことは、信仰というのは、天動説から地動説になる。つまり自分中心から神様中心になるというのが信仰です。ですから御心が行われますようにっていうのはまさにそういうことです。罪というのは自分の心が大事、自分の思いが行われるように、これが罪ですね。信仰は逆なんです。信仰というのは、自分の心が、大事なのではなく、神様の心が大事、神の御心が大事ということなんですね。そういうわけで、ぜひ皆さん、あやぽさんおはようございます。罪というのは、自分の心を、優先すること、自分の心を大事にすること、それが罪です。信仰というのは、天のお父様の御心を大事にすること、自分を捨て、自分の自我を捨て、自分中心を捨て、自分の願いを捨て、御心が行われますように。御心が行われますように。手においてはまさに神の御心だけがあるんですね。手においてはそのような罪がありません。サタンの思いも、人間の罪の思いもありません。天国には神の御心だけがあります。天国では神の御心だけがあります。しかしこの地上はどうですか？この地上はサタンの思いと人間の思いがあるではないですか。サタンの思いと人間の思い、それがこの世ですよね。ですから神様の御心は、傷んでいます。神様が作ったこの地球で神の御心が行われていない、それは神様にとっては屈辱であり、神様にとっては怒りなんです。ですから神様はこの地上に対して復讐する日があります。神の御心が行われてないこの世界を神様は滅ぼしに来るんです。本当にそれは深刻なことなんです。多くの人はそんなことはないでしょうと思ってるかもしれません。しかし聖書にははっきりと書いてあるんですね。聖書に、神様は復讐しに来る、復讐の日がある、だから、その復讐が来る前に、復讐が来る前に、全ての人は悔い改めて、全ての人は悔い改めて、自分の生き方をやめて、自分の生き方をやめて神の御心を行いなさい、神の御心を行いなさいと書かれています。悔い改めるというのはそういうことです。悔い改めるというのは、神の御心を行わないことなんですね。
神の御心を行わないで、自分の欲、人間的な思い、それで生きていること、それが神の怒りです。それはどういうことでしょうか。私たちはですね、人間もですね、尊厳があります。私たちもですね、私たちの意思を不当に無視されたり、私たちの何でしょうかね、私たちが礼儀なく取り扱われたらね、礼儀ないようなマナーをされたら怒るじゃないですか。多くの人が怒るのは自分を無視されたり、そしてその礼儀のないマナー、礼儀のない対応された時、誰でも怒りますよね。それは私たちはどんな人も基本的人権があり、どんな人も意思を尊重され、どんな人も礼儀正しく対応されるべきではないでしょうか。だとするならば、人間でさえも、マリアさんアーメン、人間でさえそうならば、神様はなおさらではないでしょうか。神様は、神様は尊敬されるべきお方、礼拝されるべきお方、神の御心をですね、認められるべきお方です。神様の御心を知らない、神の御心を無視する、それが罪なんですね。それが罪なんです。ですから私たちはまず神の御心を知らなければなりません。イエス様の教えを学ぶと、イエス様の教えを学ぶと、私たちは神の御心を知ることができます。そして神の御心を知ったならば、その御心を私たちは、御心に沿うような生き方、人を許しなさいという命令があるならば、人を許すことを実行することによって神の御心を行うことができます。隣人を自分のように許しなさいという御心ならば、私たちはその御心を実行することによって神の御心を実行することができます。神の御心を実行するならば、神様は喜ばれます。神の、御心を実行しないならば、それは神の怒りを受けるのです。多くの人は神の御心を知らないために、多くの人は神の御心を知らないために、神の御心を行わないで、むしろかえって、神様がしてほしくないことをしている。その一番は何かというと、偶像崇拝ですよね。皆さん、偶像崇拝とは何ですか。偶像崇拝というのは、神じゃないものを拝むことです。神じゃないものを大切にすることです。それは、本来神を礼拝し、神を敬うことの反対なんです。だから偶像崇拝はダメだ、偶像崇拝良くないというのはそういうことなんです。皆さん、誰だってそうでしょ。私たちが無視されて、ね、当然私たちが、その尊敬されなければいけないのに、私たちは、その何て言うんでしょうかね、私たちが受けるべき尊敬を他の方に向けられたら、誰でもそれは嬉しくないでしょう。人間でも人間として認めてほしい、一人の個人として尊厳を認めてほしい、誰でもそうでしょう。だとすれば、神様はなおさらです。偶像崇拝というのは本当に神様に対する冒涜であり、屈辱であり、神様に対する不敬なんですね。ですからぜひ皆さん、偶像崇拝がどれほど神様を傷つけるか、神様に対するどれほどの大きな罪なのかを理解することができます。もしそれが理解できたならば、
もう本当に死んでも偶像崇拝をしたくないと思うようになるでしょう。旧約聖書のダニエルも多くの、旧約聖書の生徒たち、また、クリスチャンの人たちが偶像崇拝を拒んで殺されても偶像崇拝を拒んだり、信仰を捨てないために殺されました。神様の御心を知ったならば、私たちは命がけで、神の御心を行うことを選びます。なぜそんなに命を懸けてまでも信仰を守るのか。それは神様の御心を知ったからです。神様の御心は愛です。そして十字架を信じるときに神の御心がわかるんです。十字架は神様が私たちを愛すために、イエス様が十字架にかかって死なれました。イエス様は私たちのために十字架にかかって死なれました。そこに神様の御心があるのです。神様の御心、それは愛です。神の愛です。ぼっちさん、凶悪じゃなくて警告なんでしょう。その通りです。偶像崇拝と死者崇拝と不信仰に順序をつけるとどうなるの。偶像崇拝と死者崇拝は同じでしょう。偶像崇拝が一番良くないことでしょう。2番目に不信仰ですね。太郎さん、死者を悼む気持ちは決して偶像を崇拝する思いでしているわけではないと思います。確かにそうかもしれません。でも結果的には偶像崇拝なんですね。多くの人は、意識して罪を犯してないかもしれません。しかし結果的には罪なんですね。罪っていうのはそういうところがあります。分かっててやる方がもちろん悪いですが、分からなくても罪は罪なんです。そうですね、結果論ですね。結果論、例えばですね、なんて言ったらいいのかな、一方通行ですね、一方通行を知らないで、通ってしまっても、私知りませんでしたと言ってもダメでしょ。一方通行っていうことを知らないで一方通行を通っても罰金を払わなければなりません。それと同じです。いや、偶像崇拝なんか知りませんでした、偶像崇拝っていう言葉も知りませんでした。でもしかし、神様に対しては罪なんですね。ですからその一方通行であることを知らなければならない。運転する以上は一方通行を取っちゃいけないことを知らなきゃいけないし、その道路が一方通行どうかを確かめなきゃいけないんですね。それと同じように私たち人間は偶像崇拝ということをは良くないということを知る必要があるんです。知らないから何してもいいということではありません。法律ってそうでしょ。法律っていうのは知らないから悪いことしていいということじゃなくて、まず法律を知るべきです。法律を知らなければ、違反になることはたくさんあるわけでしょ。と同じように信仰もそうです。私たちはまず神様の御心を知るべきです。神様の御心を知らないで生きるならば、神様の御心に違反してしまうことはあるということですね。つくさん、ここは歩道ではありません。ここはバイク乗り入れ禁止ではありません。ちゃんとチェックしてますね。ちゃんとチェックしています。はい、そういうわけで皆さん、神様の御心、多くの人は神様の御心を知りません。それが罪だということをまず知る必要があります。私たちは、神の御心を知ることができました。イエス・キリストを信じて初めて神の御心を知ることが許されました。多くの人は神の御心を知ることさえも許されていません。それは、罪のゆえです。
神の御心をまず知るためにはイエスキリストを信じなければ分かりません。十字架を信じなければ、十字架を信じなければ、神の御心が分かんないんです。御心が分からなければ御心に沿って生きることはできないでしょう。御心が分からなければ神様を喜ばすことは分からないでしょう。まず私たちは自分が誰に従っているか、自分に従っているか、神に従っているか、一体誰に従っているかを理解しなければありません。自分の人生だもん、自分勝手に生きて何が悪いんだ、自分の心が一番大事じゃないかと普通は思うかもしれません。それはさっきの一方通行と同じですね。私はこれ一方通行だと思ってないよと言っても、一方通行は一方通行です。これは一方通行じゃだとは思わなかったと言っても、おまわりさんは、受け付けないでしょう。私たちは自分の心で生きるということが、もうすでにそれは違反だということを理解しなければなりません。神様が作った世界ですから、神様がルールです。神の御心を知らないで生きることは違反なんです。ぼっちさん、偶像崇拝と、あ、これ読みましたね。そして皆さん、天国では、天国というのは神の御心が行われているところです。私たちは神の御心は愛だということを理解できました。この世界は愛がないのです。愛がないということは御心が行われてないということです。この世界がどうなればいいんですか。神の御心が行われることが大事です。御心とは何ですか。御心とは神の愛です。つまり天でも行われるように、地でも行われますようにということは、私たちは神の愛で生きること、神の愛で生きること、それが御心が行われることであり、神様が喜ぶことではないでしょうか。ウニさん、おはようございます。そういうわけで、私たちは神の御心を知ったんですから、神の御心に沿って歩もうではありませんか。御心を知っているのにそれを実行しなければ、罪になるでしょう。神様の心を知っているならばそれを実行しましょう。イエス様の教えを守るということが神様の御心を行うということです。イエス様おっしゃいました。主を知るというものが天国に入るのではない、父の御心を行うものだけが天国に入る。天国に行くためには、天国に行くためには、父の御心を行うということですね。父の御心を行うということです。それでは、招きをしましょう。イエス様の今日の放送を聞いて、そうだ、私は自分の意思で生きていた、自分中心で生きていた、神の御心を知らなかった、神の御心を無視していた、それが罪だということを今日初めて知った。もうこれからは神の御心を無視するような生き方ではなく、神の御心を尊重し、神が喜ぶような生き方をしたい。イエス様を信じて、イエス様を信じて神と和解し、神の御心に沿って歩みたい、そのように決心する人、アーメンと言ってください。アーメンと言ってください。もうこれからは自己中で行きたくない、自我で行きたくない、欲で行きたくない、自分中心で行きたくない。これからはイエス様を信じて神の御心を行いたい。神の御心を行って神様の怒りを買うような生き方、復讐され、神様に裁かれるような生き方ではなく、神様に許される生き方、永遠の命を受ける生き方をしたい、そのように思う方、アメン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 。あ、明石タイム、明石タイムとファイナルメッセージ、ちょっと抜けちゃいましたね、ごめんなさい。じゃあ今から明石タイム行きましょう。ごめんなさいね。順序が変わります。明石タイム、イエス様を信じて神の御心を知った証し、
イエス様を信じて、ああ、私は神の御心に反してたということが分かったです。イエス様を信じて、神の御心を行いたい、神を喜ばしたいと思うようになった証、スタート。おばちゃん、聖書を読んで自分の間違いに気づいて反省した。カズさん、イエス様を信じ、今までになかった性欲があふれて出てきました。カズさん、夫婦で愛し合うことは、これはいいことですね。夫婦で愛し合うことはもちろん許されています。不貧困はダメですね。ぼちさん、土曜の朝は少ないんだっけ。余計なことコメントしてごめんなさい。いや大丈夫ですよ、大丈夫です。モークさん、神の御心をもっと行える人間に変えられたいです。悔い改めを深めます。アメン。このように神とサタンが存在することが聖書のどこに明記されていますか。まず呼ぶ記にありますよね。呼ぶ記にサタンのことが書いてあります。それから神様のこともたくさん書いてありますね。旧約聖書はもうね、神様が私は、ある、私は生きてる、生きる唯一の、ただ一つの、一人の神だと旧約聖書ではっきりとあちこちに書いてあります。ごまちゃん、真実が素晴らしいと知ったので御心に生きるようになりたい。そうですね、御心に生きる、素晴らしい。神の御心に生きる、神の御心に生きる、素晴らしいです。私たちは御心を知ったんですから、御心に沿っていきましょう。罪を犯すことは御心ではありません。偶像ツアーは御心ではありません。不貧困は御心ではありません。悪い言葉は御心ではありません。私たちは神の御心を知ったんです。神の御心が行われますように。私たちは神の御心を行って神に栄光を返しましょう。神様を喜ばし、神の栄光を表すことができる、それが私たちです。牧師の話を半分眠りながら聞くのは失礼ですか。いいですよ、見えませんから。寝てる人もいるかもしれません。見えないから大丈夫ですよ。
大きな目で見るとキリスト教はイスラム教の分家的な存在ですか。いいえいいえ、全く別物です、別物です。天のお父様、感謝します。私たちは以前は、あなたを知らず、あなたの御心を知りませんでした。しかしイエス様を知って、イエス様を信じて初めて神がおられ、神の御心が分かりました。どうぞ私たちの罪を許し、自分中心ではなく、欲を求めるのではなく、あなたの御心を行うものに変えてください。喜んで感謝して、感謝して、私たちのために死んでくださった方のために生きれるようにしてください。アーメンといった方々が、人生が変わりますよ。自分中心からイエス様中心、自分を喜ばす生き方から神様を喜ばす生き方に変わりますように。そして愛のない生き方から神の愛で生きる生き方、隣人を自分のように愛し、敵を愛するような、神の愛で生きる生き方にができますように。彼らを導いてください。熱心に熱心に熱心に神の御心を行う者、熱心に熱心に熱心に神の愛で生きる生き方ができますように、彼らを励まし強めてください。感謝します。日本が神の愛で変わりますように。日本が神の愛で変わって、多くの人たちが神の愛で癒され励まされますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。ありがとうございました。皆さん、これから日本は変わります。神の愛で変わります。イエス様によって日本は変わります。十字架によって日本は変わります。私たち、まず御心で行きましょう。御心を歩むのです。神を喜ばす生き方をしましょう。それでは明日の朝、日曜日10時半から一緒に礼拝しましょう。一緒に礼拝しましょう。ありがとうございました。良い一日を。シャローム、シャローム。良い一日を。シャローム、シャローム、シャローム。アメン、アメン。